神ぴゃぴゃが言えない63歳ね。今日はね、メジャーリーグで流行ってること、はい、まあファーストベースに着くときに日本人とかはこうやって着くじゃん、大体こうすぐタッチができるというように。だけど違うんだよ、今ね、こうピッチャー寄りに一歩前に出る、でここで構える。これランデーでしょ。もう一回やったことですか。日本、日本は一歩後ろベースのところでボールが来てランナーにタッチをする。しかしほとんどのメジャーリーガーはピッチャー寄りに一歩前に出てこうやって構える。なんでですよ。はい、反対、はい、答えて。早く取ってタッチできる。そう、単純にそうなんです。だからピッチャーによると早く取ってタッチができる。ここでタッチするのもここで体にタッチするのも一緒なんだ。だから早く取ってプレーを先にした方がアウトになる確率が高い、そういうことをやって。だから中田翔とか日本のプレーヤーってここに大体構えてるんだけど、外とかやっぱりアメリカから帰ってくるとそういうことを勉強してんだろうね。ここら辺に構えてる。それは理にかなってない。こう早く取ってプレーをした方が早くプレーができる。ここで取るとプレーが遅くなる。で手だと逃げられる。あ、でここだと体にタッチ行くと体は逃げられない。手は動けて逃げるけど、ここだと逃げらんない。で、もう一つある。はい、セカンドベース。セカンドベース、これは主に盗塁の時なんだけど、反対。ホームベースから直線、このベースと手を来て、移り込んで。ここに投げるのと、ここに投げるのだったらどっちが近い、距離的にホームからな。ここは一番対角線で距離があるところ。でもここは少しでも前じゃん。だからよく昔はこう盗塁とかしてきてベースをまたいでタッチって言ってたけど、今は距離的なことがあってこう入ってきたらここに来てこれでタッチする。そしたらアウトになる確率が高い。だからメジャーではキャッチャーがどこに投げてんのっていうところに投げんの。日本はベースがここ投げてこうタッチするけど、メジャーはこう入ってきたらここに投げるの。でこれでもうタッチだ。もう落とすとかじゃなくて、ここだったら体がベタンとまだ寝てないじゃない、スライディングの時に。だからタッチも体にしやすいらしい。バーンってこれだけだ。じゃないともうアウトにならないんだ。だからそういうこう対角線一番長い距離に投げてまたいでタッチっていうのはもう古いらしいんだ。だからここに大体ここら辺に来て前でこうやってタッチしてアウトになるかどうかっていうのを距離的な問題でやってるらしい。わかる？納得する？めっちゃ納得。なるほどなと思うよね。冷静に考えたらこっちの方が距離近いっすよ。近いよな。確かに。だから盗塁なんてさ、例えばキャッチャーがこう来ててこっちボールがそれたらもうアウトだよな。だからもうここに投げてこれだけでアウト、これだけ。だからタッチにわざわざ行かないんだと、もうパーンと振るだけだ。その方がタッチも早いしタッチもしやすいという。であそこだとこうやってやると足逃げられる可能性があるでしょ。だからそういうこともある。でもう一つ試されているのがピッチャーズプレート。これ30センチ下げる可能性が出てきてる。30センチって言うと、まあこのぐらいな。じゃないともう170キロ時代になってバッターがもう打てないらしいよ。やっぱ三振かホームランもうつなげらんないじゃん。170キロ打てるバッターってそうね、球団に何人かいる？いないよな。いても優秀なバッターで3人が精一杯だと思うんだよ。それがホームラン打つか打たないか、打たれるか打たられないか、もうそれで勝敗が決まる。まあ、最近のメジャー の思考ってそうなってるんだけど、ホームランで決まるという。そしたらボールデッドになるじゃん。そしたら野球がつまんなくなるっていうね。
だからここを30センチ下げるということも今試みで行われてるらしいんだよね。分かるような気がするよね。いや、じゃないとやっぱ打てないよ。160キロ平均で投げられたらやっぱね、佐々木朗希みたいに完全試合やっちゃうよね。まあそれも完全試合を見ることはすごく楽しみじゃない。まあ、だけど 1,2 本打たれたところだったらああでしょ、で点は入らない、それじゃやっぱりつまらないっていう、それで内野手3人とか守っちゃいけないっていうルールが来季から適用されるらしいよ。シフトとかが禁止になるらしい。その禁止っていうのはどういうことなんだろうね。例えば左ピッチャーでもワンポイント禁止とかさ、ルール勝手に変えていいのかと俺は思うんだよね。いいじゃん3人、じゃあいないとこに打てよっていう話じゃない。だからそういうこともなんか採用するみたいなんだけど、まあそれがまあ大体アメリカでそういうことが採用されて動き出すと日本も1年後にはそうなるよ。日本はやっぱ独自のものを作ってほしいよな。そう思わない？思います。本当に思ってんの？だから無理やり動画に付き合ってたろ。そんなことない。本当？いや、だから俺は思うに、日本独自のルールとかね、いや日本はそれ採用しなくていいっていうような毅然たる態度をやっぱり取ってほしいよね。絶対内野手3人とか AI で弾き出してるらしいんだよ、ポジションを。そうなってくるとやっぱ AI ってやっぱ何万個のデータの中から一つを選び出すわけじゃない。これは人間が考えることに正確に出してくるでしょ。そしたらそれに従わなきゃいけないっていう。でも AI に従って野球なんかやってて面白いかっていう話だよね。やっぱ感性とか感覚とか、まあそういうのを研ぎ澄ますためにもやっぱちょっと自分たちで考えてほしいよな。だからそういうことができないと、まあ野球が AI 化になっちゃうし、監督だっていらなくなっちゃう。このカウント、このピッチャーってポンと押したらエンドラン成功率 80% って言ったらエンドランやっかみたいな、そんなんじゃつまんないじゃない。だからそうならないためにも AI だとか、まあ AI も必要だけどね、全くいらないとは言わないけども、まあね、活用しながらもね、いい具合にやっていってほしいなということ。もういいかな、疲れちゃったよ今日は朝からね。はい、はい、ということでありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。